第二次世界大戦終了後つまり中華人民共和国の成立を,をアメリカがその作ったということそれから朝鮮戦争のあの不思議ですねアメリカはわざと朝鮮戦争を負けたベトナム戦争もそうですねわざと負けたそれから、えー、なぜケネディが暗殺されたのかそういうそれから湾岸戦争はどういう戦争だったかイラクをなぜもう一度叩かなければならなかったのか。 その2003年で同時に東欧でカラー革命が起こったのはどうしてかそういうことですねそういうことが全て結びついているというお話を申し上げましたが今日お話申し上げました朝鮮戦争の朝鮮また戦争になってないですねこれから朝鮮は平和平になる可能性が高くなっておりますがその 今回の米朝首脳会談に至る過程もそれからもう一つの中国に対してアメリカがいよいよその抑圧抑止政策に行ったという問題も全てつながっているわけですね。私たちがそういう目でやはりこの世界の動きというものを見ていかなければならないわけなんですね。でそういうい歴史を無視して ずっと議論が行わわれてきてきいるわけですねそれはあのメディアもいちいち歴史まで振り返る余裕が紙面の上ではあるいは、えー、ニュース解説のテレビの上ではそこまで十分なかったとしてもその現状を分析する時にその歴史的なあその歴史観といいますかね歴史認識というものに基づいてやらないと。 いつまでたっても的外れの解説になってしまうわけですね。そしてそれが結局私はフェイクニュースと申し上げておりますがそのフェイクニュースの塊によってフェイクヒストリーというものになるわけですね。 いよいよ今年は繰り返しになりますがフェイクヒストリーがこれからフェイクヒストリーの欺瞞というものが明らかになるということだと思いますこの歴史を学び直すというのは実はそういうフェイクヒストリーの欺まをまあ暴くというとちょっと過激ですが暴いてきたつもりなんですねしかしそれはなぜかというと我々がこれから起こることこれから起こることを 2018年以降に起こることに対処するためには歴史を知らなななけければ対処でできないわけなんです今起こっていることを適当に頭の中で考えてこれを説明しようとしてもそれはなかなかできないわけなんですねところがヒントは今の出来事をその理解する私たちの周りで行っている出来事を理解するヒントは歴史にあるわけなんです。 で戦後おまあ戦後っていいますか先ほどのまあ米朝首脳会談後の世界の中で一つ私はもう一つ言い忘れたことがありますのでこれをこの歴史のおさらいの項で申し上げたいと思いますけれどもこれから日本で何が起こるかということは陰にように今回の森友もまあそうでしたがこれは一応終わりますがまだ 安倍下ろしが続いていきます。行く危険があるわけですね。それは誰がやるかというと自民党がやるんです。自民党内の親中派がやるわけですね。それはなぜかということなんです。それはなぜ自民党の親中派がこれから安倍下ろしをやる可能性があるのかということですね。それは今今度のその米中米朝ですね首脳会談、米朝首脳会談で一番 驚いているというか一番ショックを受けているのは実は中国なんですね中国なんですよ一番困っているのははしごを外されたのはむしろ中国だと思いますで中国は昨年の秋から何をやってきたかご存知ですね日本に対して微小外交に転じたんですしかしそれはどういうことかというと日米,関係を日米関係にくさびを打ち込むということでしたね つまり日米を罹患させるということですねこれから中国が思い通りに、えー、まあ南シナ海も含めてあるいは尖閣諸島も含めて何かやろうとした場合に緊密な日米関係っていうのは邪魔になるわけですね。日米関係が緊密であればトランプ安倍、えー、のトランプ安倍なんて言いますかね両首脳が緊密であれば中国は日本。 中国は日本をアメリカからあの分離させるって言いますかねそれができないわけですね、ええ、ですから中国はもちろんアメリカにはこれは金正恩とマグニチュードは違いますが同じで正面からアメリカには挑戦できないんです中国はね軍事力の差がありますしね軍事力だけじゃない経済力もつまり質の差ですね軍,軍事力だって中国の質 アメリカの軍事力との質の差は歴然としてますからね。だから、それはやれない。じゃあ、どうするかということです。で、まず、日米の緊密な日米を。罹患させるということですよ。今、中国がやっているから、そういうことです。だから。日本の親中派議員、自民党の親中派議員が。今度、その九月の、九月でしたかね。えー、総裁選に出るんですよ、皆さん。 大体今あの取り立たされている人って皆親中派ですよ、ねええ、幹事長も親中派ですがね、ええ、なぜこれが今年からその動きが強まってきたかということです、ええ、それは米中に組まれたら安倍・トランプのががっちり組めば中国は動けなくなるんですよ。でその安倍もちろん安倍総理とトランプの緊密な関係の裏には プーチンもいるわけですよ。で我々は前も申し上げましたが、今後はあのアメリカは中国とロシアと対決していくんじゃないんです。中国に焦点を当てて対決しますからね。当面まだそのまあシリアの問題もありますのでね。プーチンに対してはトランプは全然非対の態度でいると思いますけどね。だけども中国に対しては明らかに 中国を抑えるという態度これは先ほどお話した通りですねで、それと日本の国内情勢とが結びついているわけなんですだから中国は今焦っているわけですねなんとか日本の親中派議員を使って安倍総理ろしをやっているわけですだからそれを止めるのは国民しかない自民党の中もいい加減ですからね私は申し上げますけどね今回だって 朝日に引っかかって安倍卸しをやろうとしたんですよ。自民党の一部の議員がね、でもそれ失敗しちゃった、ね、でこれかだからこれ以上安倍卸しをさせないために国民が頑張るとそういう必要があろうかと思います。で、えー、それ、えー、もうすでにこの朝日朝日と組んだ朝日の背景に誰がいたかったのはわかりますね。朝日はとにかく。 何で国から安倍さんを引きずり下ろしたいとそれはなぜかというとはっきり申し上げますがであの根拠もなく安倍批判をしているその日本の政治家いますね有名な人もいますし若い人もいますがそういう人たちは結果的には結果的には中国を利することになっているんですそういう認識を私は持ってほしいと思います。 そのことはいくら強調しても強調しすぎることはありませんそれはなぜかというと今年から来年にかけて日本の危機なんですそれはどういう危機かというとご承知のように陛下がが上位位さされれてて新天皇が即るるんんでですすこの時期を狙ってるんですよ中国は我々はそして来年のおそらく夏には参議院選挙がありますからね私は何度も申し上げています。 来年の参議院選挙までが日本の危機なんです。で、この時に私は安倍さんに頑張ってここのこの時まで、つまり来年の夏の参議院議員選挙で与党が過半数を取ると、そこまで私は安倍総理には頑張っていただきたいというふうに思っております。それは国民の多くの多くがそういう願いであると私は信じておりますし。 私は今やはりその歴史を学び直したいというそういう国民の普通の方々の勉強会に行ってお話しする機会が多くなっておりますけれどもその場でも強調していることなんですでそういうことで私はこの場をお借りしてこれからの来年の夏までが日本の正念場であると。日本が生き残る かどうかはこれからの一年少しにかかっていると一年数ヶ月にかかっているということをもう一度強調して今日のお話は終わりたいと思います ということも含めて今日本は危機にあるわけですねで言うまでもなく石破さんは親中,親中派議員ですからねえあのだからこれも浅井の狙いの一つだろうというふうに思いますしこれから、えーまあ、反安倍っていう言い方は言い過ぎかもしれませんが安倍さんのこの、まあ、再再さですかね それに対して、いろんなそれに疑問を呈する自民党のそ,ういうそれなりに名のある議員をこれから野党、野党じゃないですね、こういう左派系の新聞はもてはやしていくと思いますからね、でも国民が騙されなければいいということです。